カメハメ派はアメリカ海軍の原子力潜水艦。ベンジャミン・フランクリン級原子力潜水艦の3番艦。艦名はハワイ王国の国王カメハメ派一世にちなむ。本艦は君主にちなんで命名された2隻のアメリカ海軍艦艇のうちの1隻である。もう1隻は大陸海軍のアルフレットである。カメハメ派の建造は1962年8月31日に、 メアアイランド海軍造船所に発注され、1963年5月2日に寄港する。1965年1月16日に、サミュエル・アイル・ダーキング夫人によって命名、浸水し、1965年12月10日に、ブルー半官庁、長、ロス・エス・レドリック中佐及び、ゴールド半官庁長ロバート・ W ・リッキンソン中佐の指揮下収益した。収益後、 カメハメ派はその多くの活動を、スペインのロタを拠点として行った。1992年7月にカメハメ派は、ドライデッキシェルターが装着され、SSN-642 に、艦首変更された。艦首変更後は、ネイビー・シールズの特殊任務に従事し、その指令はすべてブルーハン乗り組員によって行われた。カメハメ派の弾道ミサイル潜水艦としての兵装は16発の、 ポセイドン弾道ミサイルと21インチ、魚雷発射艦を10問装備していたが、DDS プラットフォーム回収後は、ミサイル発射装置は撤去され、魚雷のみを装備した。20世紀が終了するとと,ともに、カメハメハは、現役任務に残る自由のための41隻41フォーフリーダム、最古の艦を及び、アメリカ海軍最古の潜水艦となった。 カメハメ派はほぼ37年に及ぶアメリカ海軍原戦最長の現役記録を持つ。カメハメ派は2002年4月2日に退役し同日、除籍された。2001年10月にワシントン州ブレマートンで原子力艦再利用プログラムに基づき解体が開始され、2003年2月28日に作業は完了した。カメハメハの装備の一部は新自に収納され、 戦望鏡は、キトサップ海軍基地で展示されるウッドロー・ウィルソンのために寄贈された。菅のモットー、イムアは、ハワイの言葉で、前進し克服するの意味である。カメハメハの浸水、1965年。ありがとうございます。